歩きやすいです。やばい、ブーツ履くの忘れた。どうですか？シャボン玉で行きます。1時間経ちましたね。もうすぐ4歳の誕生日を迎える娘と、スノーボード来てます。ハッピー、ハッピー。K2 のボードはこういう穴がついているので、引っ張ったりもできるし、シャドウがあるところでは後ろからスピードを抑えたりもできます。今は、レギュラーとグーフィーどっちも一応滑れてるので、このまま利き足ができるまでは両方器用に滑って楽しんでもらいたいと思ってます。正しい感じですよね。スピードの出し次は気をつけて、はい、要注意でお願いします。そう、あとちょっと。できた。今日は楽しかったですか？楽しかったです。パークとか。お、パーク？パークももう全部できる？ボックスとか。ボックスはできるけど。うん、すごい。レンビみたいなね。レンビ？レンビはちょっと。あ、じゃあママに教えてもらいたい。サラダはやっぱり静電率がいいのと、うんうん、子供ずれに優しいので、うんうん、すごく楽しいです。やっぱりキッズランド充実してるし、うんうん、ちょっと飽きちゃったタイミングでビンゴがあったりとか、はいはい、だから子供が1日飽きない工夫がたくさんあるのと、うんうん、あとはゲレ食が美味しいです。あ、これ大事ですよね、うん、さあ、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうね。